はい、それでは、先ほど終了いたしました女子やり投げにおいて見事優勝されました越智高校山本ひな選手に来ていただいております。山本選手おめでとうございます。ありがとうございます。なんと今日の記録はベストだとか、はい、いうことですが、もう調子は良かったんですか？まあ、1投目に出たんで良かったです。はい、じゃあ今日のその投擲を振り返っていかがでしたでしょうか？1投目にベストが出たんでまたそこから伸ばしていこうと思ってたんですけど、そこから全然伸びなくて1投目の結果が記録になってしまったので、ちょっとそこが反省しないといけないと思います。じゃあそれをまたこれから改善していきたいと。はい、はい、そんな山本選手、試合の日または試合前などにこれは飲んでくる、これは食べてくるっていうものがあれば教えてください。はい、試合前にその日にエナジードリンクを飲むようにしています。あ、これがこの山本選手の強さの秘訣なのかもしれません。それでは今後また北信越控えていると思うんですけれども、抱負目標があれば教えてください。はい、北信越で45メートル投げて優勝します。心強いお言葉いただきました。はい、それではこれからも応援しています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。